音楽聞こえたよな、一緒今。そう、うん、聞こえなかった。外やと思う。わははみたいなのは聞こえたけど。あ、そう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 、人の声。人の声か、うん、音楽に聞こえた。それが変だ。どうした、聞こえてないよ。人の声か。会話薄いからな。あ、こんばんは、ヨテイレナです。どうも。お、眠すぎてめちゃくちゃ眠たいです。とりあえず眠たい、早く寝たいけど、明日はなんと何恋公演です。セリと私2人で出させていただきます。おー、やばい、あくび止まらん。さっきからあくびしかしてない、マジ許して。ずっとあくびしかしてないから眠すぎた、本当に。眼力で起きてるぐらいやから。うん、今日はね、ティフに、今年も参加させていただきます。去年はティフは、あの収録だったんですけども、今回は、一応ちゃんとなんていうんですか、披露できてという感じで。そんな感じで、ティフに参加させていただきました。去年に引き続き今年もティフに出演することができてとっても嬉しかったです。ティフに呼んでいただけてとっても、嬉しかったです。今回はセットリストが本当にべらぼうにきつすぎて、もうきつい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 ってメンバーがひたすらレッスンの時から言っていたセトリだったんですけども、見る側としたら最高に楽しいセトリだったんじゃないかなと個人的には思います。やる側はしんどいですけど、見てる側はとっても盛り上がったし、すごくなんて言うんでしょうね、あの盛り上がる楽しいあの曲だったと私はすごく思っています。はい、どうでしょう。そう、マジきつすぎてびっくりするかと思った。その後のチューズミだったんですよ。その後チューズミと遠距離ポスターでイーストとウエストで分かれてて、最初ウエストがチューズミやって、イーストが遠距離ポスターやったんですけど、なんでもうね、あの一瞬しか息を整える暇がなくて、もうマジでどれだけあの一瞬で息を整えられるかっていう選手権、何回もねレッスンやって、うん、頑張った。本当に頑張った。マジきつすぎてびっくりした。でもそれを何回も、マジ無理じゃないわ、ネムハマやってチズミやってっていうのをね何回かやって、なんかどうしようねみたいな感じで、本番前もみんなで一生懸命歌って練習しましたけども、とっても楽しそうな感じで、どうですか、珍しいですよね、イーストとウエスト分けてああいう感じのセトリにして、でオネストマンやって、で今回はもう MC すごく短くて、 MC ほとんどなくてですね、あの休憩する間もなく、曲を9曲ですかね今回やりました。頭が4曲で、真ん中も4曲で、で成功到底だったんで、めちゃくちゃキュッて詰まったセットリスト、あの MC よりも曲数をたくさん詰め込んだ、まあ、最近多いかな割とっていう感じのセットリストになってましたね。久しぶりにラブトリップもやったし、なんか結構久しぶりに、うん、チューズミーとか初めてやったし、ラブトリも久しぶりにやったりとか、まあ、いつも定番にやってる47とか8の巣とかもありましたけど、初めて成功到底もあの私は披露しました。前あのなんだっけ27個あったイベントで初めて成功到底披露してるんですけど、今回が2回目かな8で披露するのも、私今回初めてで、2回目のメンバーもいたんですけど、初めてのメンバーもいて、私は初めてだったんで、初めて成功到底を披露させていただいて最後にっていう感じの、感じでしたね。はい、あー眠いけど、ちょっと二重はマジでおかしくなる。二重がビョビョンってなる、ビョビョンって。ネモハモも今回初めて披露させていただきました。
あのみんな選抜、私とセリ以外はみんなもうやって何回かやってて、そうで選抜メンバーと選抜のアンダーでずっと入っててやってた、選抜の子たちとやってた子と、あとまあもう披露でもほぼ選抜ですよね。で初めてです。そう超難しかった、やっぱりね、あんだけね、でセリカもダンス踊れるから上手いのよ。であんだけ踊れる人たちの中に紛れ込むってマジできついなと思いましたけど、頑張って楽しくやらせていただきました。まずですね、何よりも一番難しかったのは M ですね。だだあのこうマジでめっちゃ練習したのに、本当にめちゃくちゃ毎日練習してたのに、一生懸命振り分を見て振りを起こして、これはこうだあれはああだ頑張って覚えた。くそ悔しすぎる、マジでむずい。ここめっちゃ早いんだよ。初めてやったし、あれもできない私。だってあの頃はまだってあれもやったことない。 A メロも初めてやったしね。そう、頭が来てるね。地道な走り屋さん、どうもありがとうございます。イエーイ。やっぱね、一番難しいのはやっぱ A メロと B メロだと思う。私サビもねむずいんだけど、早いのサビはね。でも振り的に言ったら難しいって思ったのはやっぱり A メロと B メロ、早すぎる。マジで本当にやばい。だってあの頃はまだ泣いてちゃっちゃっちゃ、これなんかかける気にない。もう一生やんないだろうな、このポジション。18人だったら絶対やんないわ、あんないいポジション。うん、今回ねもはも18選抜やろ。8人だったら絶対やんないけど、8人だったらこっちの A メロか B メロ、だってあの頃はまだ、どっちかやらないといけないんですよ。で、そう、私今回一番8番手だったから、8番手と7番手が1番手のこのバックに作ったから、そう、そう、私8番手でいいポジションじゃないよ。8番手が一番下だわ一番下なんで、ポジション的にはそうだったね。まあやるとしたら今後8番手に何かのイベントでなればね、多分やると思いますけども、もうでもう一個の方覚えるってやるとちょっともうきついどうなんだろう、できない、私こういうのできない。ってたたぶつけた結構な音だよこういうやつできない。じゃんじゃん、ちなみに歌わりだったら、心も体も委ねて踊ろうって感じ。お互い4ポジも覚えてるけどね、すごいよね。私はそのアンダーにすら入れてないから。そうなんですよ、まだそこまでじゃないんですよ。ちょっとアンダーにすら選んでもらえないから、そこですよね。そう、覚えるにも覚えられないから。でもなんかせめてあれだな、歌わりが一緒だったらまだ楽かも。フリーがさ、あーだらーとかさ、あそこも割と踊らないかな。あ、いや踊るか、人によるか。心もヘイとかだったら、よく横山さんとかミヨンさんとかこうやってやってたりとかするけど、あとあーだらーの人は割と簡単。でもあ、あれだ、あのあーそこは難しい。タラタラタタラタラタパン、あマジむずい、むずすぎて早すぎてやばい。あとは歌わりだったら後列の人はあーだろーやけん、それまでは一旦はけて、こっから入ってきて、時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実も戻りせしてしまう、心もへい体もへい委ねてだだだだからね。一番あのA メロだったら、リンリンとユイユイのポジションの人
だってあの頃はまだちょっとわかんない。似てるシュシュチャチャ。あでも次歌うズッキーとかも踊ってるから、まあでもあの辺に踊ろうと思ったら割といいポジション行かないと踊れない気がする。そう、とりあえずサビむずいから、もうサビがむずい。なんもうね、とりあえずねサビがむずいのよ。なんならもうサビ尽くしていくのが必死なんですよマジで。まあでもねサビはねもう振り入れしてたんでできたんですけど、もうだってこれですら何回レッスンやったかってぐらいなんで。でもこの A メロの振りは1日っていうか1日のマジでね数十分でしたけど、振り入れは覚えていっててよかったと思う。中間に会う女と呼ばれてたなんて、いやマジむずい。マジでむずい。なんであんなにむずいんだろうね、ハモルーマンってね。分かんない。それは分かんない。マジリッチで貴重いからね。うん、タットは割と頑張ればいける。だってタット私フリーレッスン本当10分ぐらいだったもんこの時レッスンの時ね。これはね。あの後で練習すればできる。でもウィッチウェイはね、あのね本当にね柔軟運動からやった方がいいと思う。足上がんないからじゃないと。そうだからみんな、あのこのねモハモルーマーやろうと思ったら、まずブレない体幹を作るために体幹トレーニングをして、準備運動の柔軟をして、痛めないように素晴らしくストレッチをして筋トレをするとできるようになります。まあ、すぐやるとマジ体壊すからそうやればできるようになると思います。成功当店もね初めて披露させていただきましたが、成功当店もまあ難しい振りが、あ本当に難しい、マジで難しい、本当に難しい、難しいと思いませんか。わかんない、みんなの記事わかんないかな。難しいよ難しいよな、バリ忙しいもん。あれもあれもめちゃくちゃ忙しいです。だってチッチッチ気圧配置は成功到底ずっとやってるもん。優しい君はもうそれをやめて、めちゃくちゃ難しいです。成功到底もとっても早いですね。とってもなんか立ち位置が多いです。ひたすら動いてるって感じですね。立ち位置表がねめちゃくちゃ多いんですよあれ。なんかポジション変わると大変ってやつ。あとあれは西と東で振りが違うらしくて、チャンチャンチャンってあれじゃん、ポーズ8ポーズ。今回もね8がめっちゃたくさん入ってんの振り付け。なんか8曲って毎回8がねたくさん曲の中に詰め込まれてて、まあ、先生がそういう風に作ってくださってるんですけど、今回も8がすごくたくさん多かったのよ。何かって言ったらこの辺も8じゃない多分。青空を見上げてしまうだけで日本がやりおいげよね。これもたったたった下の人と上の人一瞬8たったった西東ってポーズすんの。このポーズポーズパーンってやってたじゃん、あれは西東でダン。なんなな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 なつものいい愛みたいなものだけど、それでもあっちとこっちの天気はなぜかこんな違うものだけど、同じことを繰り返す今の二人は成功を通ってたんた。これも多分西と東で違うんだと思う。西の人が上かな。たたんた。これもほら8、ほらこれも8。たたんた。
ダダ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 心は動いてるってその一緒のとこ8だしララ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 今回もたくさん8が入っております。イエーイ、嬉しいですね。愛を感じます、振付の先生のっていう感じです。チョズミもいい、めっちゃいい曲だよね。愛を選んでくださいってめっちゃ言うと、クラスメイトのその中く痩せた、だって嬉しい。むくみがないだけだよ、むくみが取れてるだけだよ。今日だって朝からレッスンに行って、もう何曲踊ったっけっていうぐらいパ踊ってで、汗がブラーってかいて、ティフで踊って汗ブラーってかいたから、マジむくみが取れてすっきりしてんのよ。そうそう、あ、朝全然早くなかったよ。うん、そんな早くなかった。今日は8時ぐらいに起きたから別に全然早くなかったけど、そうだから痩せてんじゃないの、むくみが取れてんの。今日最近のね、みんなが見てる顔面っていうのは一日中ダラ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 してて運動もしない人の顔面だから、むくんでんのよ、むくんでんので、今日は特にメイクしてるからさ、ほらファンデーション塗ってシェーディング塗って、あのまつげでババってやってるから、目がクリクリってね見えるでしょ、錯覚で、うん、目がクリクリって見えるでしょ。だからそれでそういう風に見えるだけよ。痩せてもないし太ってもないけど、そうそうそう、痩せてはないですね。痩せてたらもうちょっと喜ぶかな。そう、今日はちょっといつもよりね、今日はポニーテールだったんですごい目をね、もうシュイーってぐらい、このぐらいこのぐらいピューンってつってたから、今日は極端に垂れ目にしたから、今ね髪の毛をポニーテールにしてない、髪の毛をつってない状態でこのメイク見るとなんかちょっと変なんだけど、でもこれはポニーテールした状態に標準合わせてやってるからね。あと濃いなって思ったでしょ、これは大丈夫、イベント用のメイクだから、これイベント用に濃くしてるだけだから、そう、これが普通って思ったら濃いよ、もちろん。でもこれイベント仕様だから、光に当たっても大丈夫ですよっていう顔だから。てか久しぶりにポニーテールにしたんだけど、もう今ポニーテールじゃないけどさ、頭痛すぎてポニーテールは外したけど、あれ終わった後に、そう、うん、まあだからポニーテールに久しぶりにしたよね、うん、いい感じの長さだったねポニーテール、なんか本当にポニーテールっていう長さだったね、長いとかじゃなくてね。明日どうしよっかな、 CA さんみたい、どう言ったらいいの、嬉しい嬉しい、明日の髪型どうしよっかって悩み中です。スタイルよく見えた、嬉しい、目の三角やで、ありがとう、眠いよ、もう眠たい、練習しなきゃ。とりあえず帰ってきてね、やることを済ませて、とりあえずご飯も食べたから、こっから練習をします。明日の、でももうほんまに眠たい、もうやばい、寝そうなんやけど自分、もう寝そう、本当にやばい、明日も朝いた、明日も朝い、明日も朝からレッスンです、明日も早いし、早くはないよ、早くはない、うん、今日と同じぐらいやけど起きるの、眠い、昼まで寝たい。ちなみに今日の
衣装は横山さんの衣装でした。どうでしたか今日の衣装は。長ズボンの子がいたり、あの小田が着てた七分さんもいたり、スカートもいたり、なんかジャケット、スカートがレザーの子もいたり、スカートがチェックの子もいたり、私今回一人だけだったんですけど、横山さんの衣装ジャケットなかったんですよね。そう、あとはね、私以外みんなとジャケットがあったんですけど、私だけジャケットがなくて、まあみたいな、私みたいにシャツだけの子もいたり、まあ、ジャケットがあったりとか、あとこのジャケットのここの部分に美獣がついてたりとか、ひーちゃんがねキラキラしたのがついてたり、なぎもねここにキラキラしたのがついてたりとか、こう人によってねいろいろとね違う感じで、あのいろんな、あのなんていうの、形があって、とっても個性的な感じで可愛らしいと思いました。どうでしょうか。でも可愛らしい。と思いました。よきよきよき。ミュッキー、明日の髪型どうしようかなって思ってます。明日の髪型本当にどうしよう。決めたけどね、決めたけど揺らいでいるよ、自分のなんかの自分の何言ってんのか自分でも分からなかったけど、自分の心の中ではまだ悩んでいます。決まってるけど分かんない。明日の気分にあって、なんかあれやっぱりこれじゃないなって思ってしまうかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、どうでしょうって感じです。分からないな、ならないです。まあそんな感じで今日は終了にしたいと思います。変えるかもしれないです。明日お昼にレッスンと劇場公演のやつの間に時間があればちょっとだけやろうと思います。もしできないことはないと思うんだけども、もし場所できる場所がなかったできなかったとしたら、夜やります、帰ってきてから。なんで帰ってきてからやるとしたらめちゃくちゃ遅いですし、もしレッスンと劇場のやつの間があればその間にやろうと思います。ただちょっと間はいつあるかは分かりません。なんでお昼頃にゲリラでやりたいと思います。多分お昼 70% の確率でお昼ってできると思ってます。まあ、場所が埋まってなければ、あの配信する時ってさ、その周りの音が聞こえないようにしないといけないから場所がね確保が必要なんですけど、もし空いてると思うんですけど、もし空いてなかったらちょっとって感じです。じゃあランキング見たいと思います。13位ヤングさん、12位ジェリーさん、11位ジェイカネコさん、11位ツッチーさん、9位キリアさん、8位ヒカリ 400X のモハムをかっこよかったようだってありがとう、7位シンドさん、6位チカイシーさん、5位マミマツさん、ティフお疲れ様、明日も楽しみ頑張れば、4位マーニャンさん、3位カズユキさん、2位マックスエイトさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。地道な走り屋さんとありがとうございます。というわけで今日はティフ、配信 と、イベント会場に来てくださった皆さん本当にありがとうございました。明日はですねセリと2人で、劇場公演2人公演何公演がありますので、配信で見てくださったり会場に来てくださったり、していただいて、楽しんでいただけたらなというふうに、思います。そうですね、そんな感じですかね。とりあえずね
今のところはこの感じです。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それでは、また明日のショールームでお会いしましょう。それではまたね、バイバーイ。あ、縮小してないの、ちょっと待って、よし、バイバーイ。